数学の解析学です。アルキメデスの公理があって、正の数イプシロンとデルタが与えられたとき、ある数 n があって n イプシロン大なりデルタとできると、そしておもむろにデデギントの切断の講義が始まります。なんだこれは、大変なカルチャーショックです。大学の授業が始まると、大学での経験するものは皆刺激的でした。新しいものに触れるごとに、自分はこの分野に進むのだと違うことを言っています。実際に、4年生になり、大学院の進学分野を決めなくてはならない時期に、数学教室の教授から、君はもちろん大学院は数学を受けるんでしょうと言われました。いえ、物理教室の方に、書類を出しましたと言って、意外な顔をされました。多分直前まで数学教室の方に進学すると言っていたのであろうと思います。1962年に物理教室の、大学院に入ってからも、この浮気症は